メタルは好き？てか聞くまでもないよね。メタルが嫌いな人なんて存在しないし、森の中でちょっとした対バンイベントが開催されているので手伝ってあげましょう。メタルのために。私はシニストレラ、タロンズ・オブ・ボーン・フレッシュのボーカルだ。ハエル・ザイ・ガクシス！クラキ名のお方を称えよ。要するにうちら世界一メタルなバンドなわけ。けどコスチュームとか楽器とかにメタル度が足んなくてさ、もっとこうトゲとか角とか増やしたいんだよね。で、あんたに手伝ってほしいってわけ。木とか自然の素材も取り入れようと思ってる。もちろんただの木じゃダメだ。邪悪な木から取った邪悪な素材じゃないと。わかった？邪悪な木と言いましたか？面白そうな響きですね。なんか森のどっかにむちゃくちゃ邪悪な木があるらしいんだよね。探してみたよ。斬新で超絶メタルなスタイルをどうしても作り上げたいんだ。ああ、楽しみですね。これでうちらのサウンドはより高みに上る。見かけ倒しのプレイグラッドアポカリプスの連中に誰が一番メタルかを見せつけてやるよ。おい、聞こえてんぞ。聞こえるように言ったんだよ。メタル拾ってるだけのポンポンが。開けた場所にどこからどう見ても超絶むちゃくちゃ半端なく邪悪な木が生えています。どんだけかっていうと、もう血とか出ちゃっててうわーって感じで超邪悪。そう、邪悪。あれが邪悪な木ですね。本当に存在するなんて。目を守れ、血濡れたんだよ。お前はきっと戻ってくる。あなたを食い尽くさんと墓穴が口を開けて待っている。邪悪な木に生ぬるい遠隔攻撃は通じません。どうやらもう少しググッと近寄って攻撃する必要があるみたいです。すげえ、その木、血出てね。超メタルだぜ。超メタルだわ。待った、その木、切り落とした後もまだ血出てんのか？どういう仕組みだ？だいたい木が血を流すってどういうことだよ。その木は使えそう。かなりいいね。それ持ってきて。タロンズ・オブ・ボーン・フレッシュもついにイメチェンだね。待って、イメチェンってメタルっぽくない？なんてよ。いいね、暗黒の悪魔神ザイガクス様もお喜びだ。見なよ、新しいコスチュームを祝福してくださってる。ハイルザイガクシス！クラキ名のお方を称えよ。冒険者、手伝ってくれたお礼に歌を送るよ。ただし、聞く前に耳と魂の覚悟を決めてきな。ハイル・ザイ・ガクセン！クラキ名のお方を称えよ。邪悪な力を感じます。邪悪なハーモニーが悪しき力を響き渡らせます。あなたの心玉に。心玉？俺の？そういうのがあんの。すごすぎる。私らのメタル度がすごすぎてなんか死者とか蘇ってる。一体どういうことかな。メタルの力でなんで召喚されてんのよ。そうか、そいつはその止めるべきだよね。多分ね。大音量装置のスイッチ切ってみたら。それってスピーカーのことか。超ダサい、スピーカーだって。なんかみんな不満そうだぞ。何言ってんの、普通のモッシュピットだって暴れたいんだよ。観客の一部は再び永遠の眠りについたようです。週末は近い。
私を相手にするとは運がない。観客が少し静かになりました。少しね。バンドに敵が迫ってます。今にも襲われそうですよ。ディフェンスタイム、行こう。ほら、守ってあげて。いい加減なら攻撃に持ちやがれ。近づくな。肉の塊に損傷よ。もろってやるからな。キノコの犠牲になったのです。これは死ぬか。よし、死ぬぞ。死んでやる。よかった。邪悪なるお方の力で曲が超絶メタルになって、死者が蘇ったって感じ。マジすごかった。お前らクソだ。クソはそっちでしょ。いいよ、レディーインフェルナム、任せな。死者を蘇らせた私らに勝てると思ってんの？やれるもんならやってみな、このゲリピー男。勝てるね。冒険者がこっちにつけばな。うわ、なるほど。手を貸してやんなよ。面白くなりそうだ。俺らブレイグラッドアポカリプス、当然知ってるよな。メタル界のレジェンドだ。にしてもあんた、タロンズブボンフレッシュみてえな負け犬どもに手を貸すとは信じられねえ。まあでも俺は本物の黒魔術で奴らに勝ってやる。これは俺の服、とある強力な魔女の魔術書から盗んできた。ヘルハンマーって魔法のページだ。あんたにはここに書かれてる魔法材料を集めてもらう。ほら、持ってきな。まあなんだ、あんたほどの冒険者にこの内容を詳しく説明する必要はねえよな。もちろん俺自身はそこに書かれてる材料が何か完璧に理解してる。前に家にあった代用品で生成してみたんだが、その時は朝ごはんにしようと思ってたデニッシュが焦げただけだったぜ。王の心臓ってことか。なるほどな。卑劣な心は心臓に宿る。代用品には兄貴のチェスクラブのトロフィーを使ってやった。
あいつ本当にヘタれてさ、大嫌いだ。手の魔力がつきました。魔力の器が溢れんばかりです。奏でる弦を弾いたの私です。奴らを肥料にしてやりましょう。ランスなんかに負けるな。
の目に映るは幻か。いや、これはお前の目か。急ぎなさい。早くその魂の器を。もう結構。おお、そいつの目を使えばよかったのか。いや、もちろん分かってたけどな。前は妹が人形に色を塗るときに使う虫眼鏡で代用した。おふくろ。あいつもあいつの味方ばかりしてたよ。大嫌いだ。思いって暴君の脳みそのことだったのか。だよな。もちろん分かってたぜ。おふくろが俺に残した嫌味たっぷりの手書きのメモを使ったせいだな。あのババアこそ暴君だぜ。大嫌いだ。必要な材料が揃ったようだな。さっさと戻ってこいよ。あのバカどもにプレイグラッドアポカリプスのメタル魂を見せつけてやる。大鍋の準備なら完璧だ。材料をぶち込んだらあとは俺が黒魔術やら何やらするだけだな。なんだ。下がってな。俺の超メタルな魔力に耐性がねえやつは顔が黒焦げになるかもしれねえからな。最初はめちゃめちゃかっこいいソロから入る。お前らは後に続け。いいな。悪魔の神々よ。見てくれてるか。俺の溢れるメタル魂を感じてるか。
メタルという概念はよくわかりませんが、これはもう一方のバンドが勝ったということなのでしょうか。ちょっとどうなったの？何が起きたわけ？順調に魔法をかけていたと思ったら、全員黒焦げになって死んでしまいました。みんな、これがどういうことかわかる？うちらが世界で一番メタルなバンドだってことだよ！超メタルだ。鬼メタルね。やるべきことはあと一つ。何よりもメタル魂あふれるあれだよ。冒険者、報酬を渡す。世界一メタルなバンドを手伝ってくれた報酬として、あんたに究極の名誉を与えてあげる。暗黒の悪魔神在学士様への生贄となるんだ。悪魔に取り憑かれたような目つきのバンドメンバーが襲いかかってきます。倒さなきゃ生贄にされちゃう。予想外の展開ですね。仲良くなれそうだったのに。なんてことをしてくれたんだ。取り付く相手がいなくなっては悪魔も肩なしではないか。また魔法が使えるようになりました。あなたが在学士室ですね。申し訳ないですが、やるかやられるかの状況でしたので。言われてみれば確かにお前に非はない。ずっと奴らを手助けしていたわけだしな。いいだろう、わしが特別に褒美をやる。だがその代わり、お前にはもう少し手伝ってもらいたいことがある。金融詩人とババリアのハーフ、爆発度は 1000%。 その名はなんだ。手が塞がっているようです。気を引かないとはいけません。俺の魔法を返しやがれってんじゃ。歌の紡ぎ手よ、腹筋の土石流よ、あなたの助けが必要なのです。悪に染まる海に私の旅路は阻まれてしまいました。俺が愛するものは世界に2つ。超パッキンイケてるクエストにパッキンでっけ爆発、そして俺自身が無意識に抱える偏見すら超越して全ての生き物を尊重することだ。3つじゃねえか。魔法のリュートが鳴らないせいで何一つまともにできやしねえ。なぜ使えないのですか。知るか。こいつはパッキン強力な魔力を持つ森の木で作られてる。フェアリーパンチファーザーとのボディービル対決で勝ち取った。魔法のリュートを鈍器として使用せず普通に引いてみたことはありますか。そいつはパッキン名案だ。さすが勇者だな。リュートソロ行くぜ。リュートだ。パッキンクリスタルめ、思ったよりも手ごわいぜ。森のソウルエネルギーを吸ってやがる。その魔力は我が元に送られ、こんなことも可能にする。突然スケルトンの大軍が森の中のバカどもに襲いかかった。クリスタルから出てきたのか。お前の武器やら魔法やらでパッキンぶっ飛ばしやがれ。頭をバッカップに立ち放鉄の小堀さんに休みなく。勇者め、もっと手勢を率いてくるべきでした。うわ
いいから叩き潰っちまえ。ハッキン野郎なんてバカバカだ。始めやがったぞ。魔力が戻ってきてるんだ。感じるぞ。その調子だ。先にまだ茨があるぞ。ぶっ飛ばしてやれ。つまりドラゴンロードはクリスタルの茨で森の魔力を吸い取ってるのか。ほらね、みんなそういうことしてる。私たちも魔力を盗んでがっぽり稼ごう。クシャッチョになってるか。痛い目呪ってやるからな。あなたの行くところを知っています。期待しない方がいいですよ。ヘルトンの大軍が現れ、ヘイトメーカーを八つ裂きにしようとする。たまらんな、やつが気に入るわけだ。強敵の終わりをとくとご覧あれ。次は私に屈したい者は来なさい。こっちにも上げ上がるぜ。地獄の手の魔力が尽きました。これでよし。
しません。アンデッドども、まとめて地獄に送り返せ。ことを企んでいるな。我の予想が正しければ騒がしくなるぞ。汚れし魂のネザータイドの水を汚す。弱い俺がそうまとうってやつか。触れないのざわめきを聞きなさい。見事です。さすがは私のお気に入りですね。つけた生かした悪者たちがその心を打ち砕くべく立ちふさがる。こいつらのドタマをパッキン蹴り飛ばせ。気がしやすいままかと思っていました。霧の向こうから聞こえてきました。お探しの品は何じゃろうな。これはこれは、助かるぞ。よし、そのガラクタをよこすがいい。大金
恐ろしい姿を現したのはバーシーだ。うえへへ。やれやれ、こんな序盤にバンシーを出すと。気をつけろ、奴は完全に殺しに来てる。お前ならやれるぜ勇者。このソロはお前に捧げる。ニュートンだ。弱い。魂の蜜を救うにも値しません。そろそろ理解してきましたか？無駄になりますからね。こうしてついにバンシーの悲鳴はやみました。さすがだな。バンシーは高レベルのキャラさえ瞬殺するというのに。実は昔付き合っていたのだが、彼女は終わりなき狂気のメイルストロームの元へと去った。無理もない、あいつはいい男だ。あぁ、森が死んじまった。邪悪なパッキン野郎め、俺の魔法も親友も奪いやがって。もう何も引ける気がしねえ。おい、誰かいんのか？こっから出してくれ。くぐもった声は汚い心臓部の前にぶら下がったクリスタルから聞こえてきます。出してくれってんだ。よっしゃ、行かすぜ。フェアリーパッチファーザー、生きてたのか。お前のパッドアスダリフのおかげだぜ。さすがは金融バリアンだ。あ、それからそこのお前を知ってるぞ。こっちに来い。知っている？なぜです？直接会うのは初めてだがな、俺はフェアリーパッチファーザーだ。魔法が生まれた古の時代から魔法を守るために存在してる。このパンチを使ってな。今まで勇者には何度も会ってるからな、すぐにわかる。魔法の竜とを直せますか？船を祝福するのに使うのです。直せるかだと？はあ、もともと俺んだからな、楽勝だ。行くぞ。
ジプティザプティパンチマグ。やったぜ、俺のニュートもパワー全開か。もちろんだ、プランってやってみろ。ニュートだ。リフが激しすぎてテレポートしちまった。ありがとうよ、フェアリーパンチファーザー。じゃあ、港で待ってるぜ。港に戻ると、ニューバリアンのトーグがいました。高まります。ようやくふざけた祝福とやらができるな。ふざけてない、ルールでそう決まってる。そのルールがふざけてんだ。俺はクエストを進めたいんだよ。おやおや、仲間割れか。貴様の物語の行く末も港に浮かんだ死体同然だな。リュートの魔力はキンキンだぜ。さあ、素晴らしき船はどこだ。どこにある。それならそこにあります。そんなパッキンな船で海に出る気か。度胸あんな。なんてドイツもこいつもバルサーニャン語を悪く言うんだよ。クソみたいな船だからでしょ。違う、クソなのはルールの方だって言ってんだろ。おいおいおい、パーティーが分裂してやがるな。こんなパッキンなバイブスで船を祝福できるかってんだ。まずはセッションだ、ビートを刻め。あのね、フレッテ、バレンタインは勇者気分を味わいたくて B&B をやってるの。楽しむためには多少ルールが邪魔だと思うこともあるわけ。バレンタイン、意地悪で言ってるわけじゃない。私はルールがあるからバンカー&バットワスが好き。現実世界ではめちゃくちゃなことばかり起きるけど、ここでは物事はルールにのっとって進行する。何がどうなるか分かるから安心できるの。いいぞいいぞ、次はハーモニーだ。マキセサイザーを鳴らせ。バイブスチェックアクガールぜ。ラッキー。バレンタイン、フレッテはルールがあるからこそ楽しめるの。その気持ちは分かってあげられるでしょ。俺だって現実逃避のためにやってるのかもしれない。現実世界じゃ残りの燃料だの何だの気にしながら仕事に追われてばっかりだ。でもここなら俺にも目標がある。新しい船を作って人の役に立つクエストをやって勇者になれる。宇宙船を激突させた大バカ野郎じゃなくてな。おい、なんだこのふざけた展開は。あと少しだ、足りないものはあと一つ。チェッテーンだ、チェッテーンだ、チェッテーンだ、やれや。まだまだ、あとチェッテーンだ、いけ、もっとだ。フレッテ、俺約束するよ、これからはもう少しルールに気を配るって。ありがとう。私もちゃんとクエストに協力するし、マルサーニャ号ちゃんを大事にするって約束する。パーティーの絆は今やる気ないものになった。もうチューしてあげちゃう。チュー。バイブスが強すぎる。だからじゃねえ、バーク服してやるぜ。いくぜ、マジックパッキンミサイル。はえっ、なんですって。自然愛護派だぞ。パッキン美しいぜ。
獄で会おうぜ。こうして悪しき海は倒されました。綿密になられた登場人物いっぱいの物語はまだまだ続きます。何の冗談だこれは。思い知りましたか、不快な海よ。13の地獄で焼かれるがいい。ああ、バルサーニャ号よ、なんて悲しい最後なんだ。美しき乙女のかけらよ、安らかに眠ってくれ。海がなくなったってことはドラゴンロードのピラミッドまで歩いていくってこと？もちろんよ。ただし水はなくなっても海の危険な連中はうようよしまくっちゃってるからね。フェイトメーカーは歩み続ける。鋭い牙を剥く闇を、行く手を阻む山を越えて、そこにクエストがある限り。あいつがめちゃくちゃなのは知っていたが、話を軌道修正するために海を丸ごと吹き飛ばすとは。ゲームとはいえ、やっていいことと悪いことがあるぞ。あんたに白羽の矢を立てたわ。感じたりしながらな。そしたら何が起きたと思う？俺の下で海がドカンと爆発したのさ。そんで今じゃここで日差しに焼かれて、これじゃ入り豆になっちまう。そこで頼みたいんだが、その俺をよそに植えてくれないか。まったく勇者さんが来てくれてラッキーだったよ。正直もうダメかと思ったんだ。それじゃどこかいい場所を探そう。これがその発芽する場所。私はすでにワンダーランズに名を馳せてるけど、伝説になりたいのよ。アンデッド軍がレジェンダリーボーのアリカを見つけたって噂を聞いた。それがあれば本物の伝説になれるわ。手に入れてきてくれる？約束を忘れないように。どちらかが死ねば残った方がシチューを作る。